長年愛されてきた表町商店街の時計台が解体されることになりました。活躍してきた時計台に市民がさよならとありがとうを伝えに訪れています。待ち合わせ場所としても親しまれてきた表町商店街の南側にある時計台。解体の話を知り、別れを告げにやってきた人々の姿が。いや、写真をもうなくなるんで、表町のシンボルでしょ。昔からこの前とかね、よく映画館に来てたし。なんとなく惜しいような気がするね。だから古いものがなくなるようなね。これまでの感謝をとメッセージカードを貼り付けるイベントも行われています。時計台はここでおよそ半世紀にわたって時を刻んできたといいます。探してみたんですけど、これが昭和3年なんです。で、ちょうどあそこの十字路、時計台がある十字路、この時には時計台の前身とかそれになるようなものっていうのはないよねっていうこと。これが昭和35年の西大寺町の秋祭りなんですけども、こういうような格好で今の時計台の前の形の時計台があったっていうのがこれでわかるんです。時計は看板の上にあったといいます。現在の姿になったのはおよそ25年前。長年愛されてきた時計台はなぜこのタイミングで解体されることとなったのか。時計台取るっていうことは間違ってるのかもしれないとかって思うんですけど、だけど、まあ、未来に向けて晴れ縄もできたし、人が集まれるような場所、時計台ではなくてそういう場所として、あそこの場所を親しんでもらう。実は岡山芸術創造劇場晴れ縄と商店街をつなぐ場所として3年以上前から新たな活用法が話し合われていて、今回イベントなどを行うサーカスドーム広場としてリニューアルが決まりました。晴れ縄と表町商店街をつなぐ場所、それから市民とそういうパフォーマーなんかをつなぐ場所として、また時計台があった頃と同じようにここに人が集まって、ここから何かワクワクするようなことが始まるよっていう、そういう場所にしていきたいと考えてます。時計台は今月15日には解体される予定で、来月下旬には新たな広場の完成記念イベントが開かれるということです。